皆さんこんにちは、お久しぶりです。熊本県のアッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団希望が丘キリスト教会の牧師で本坊里と言います。今回は1月30日に行われました熊本バンド蒼天祈祷会のレポートをいたします。この祈祷会は毎年1月30日朝6時半より JR 熊本駅の裏にあり、市内が一望できます花岡山山頂の記念碑前で行われています。毎年300名近くのクリスチャンやミッションスクールの学生が集まり、祈りが捧げられます。これは熊本 YMCA が中心となり実行委員会を組織し行っているもので、最初の祈祷会は1912年に行われたと記録が残っています。戦後昭和23年に熊本 YMCA が設立され、その翌年昭和24年から毎年行われるようになりました。戦後から数えると今年で66回目になります。熊本バンドとは札幌バンド、横浜バンドと並び、明治期に起こったプロテスタント教会の三大源流となったリバイバル運動です。1871年近代教育のために熊本洋学校が設立され、アメリカより退役将軍であるジェーンズが招かれます。彼はそこで様々な学問を学生に教えるのですが、彼の信仰の感化を受けた35名の青年たちが1876年花岡前に登り、聖書朗読とお祈りをし、法教修書という信仰宣言文を読み上げ、この国をキリスト教によって救おうという決命をしました。これが世に言う熊本バンドの始まりです。しかしキリスト教が野祖と言われた時代のこと、洋学校はその年に閉鎖され、彼らはジェーンズの計らいで当時設立間もない同志社大学で学びをすることになります。そこから小崎博道、海老名壇上、金森通林など明治の政治家、学者、実業家、牧師など多くのリーダーたちが輩出されることになるのです。さてこの日の市内の気温はマイナス1度、前夜から続く雨が朝方まで残る天気で、祈祷会が始まる6時半にも少し雨がぱらついていました。早朝から出席者のためにボランティアによるテントも準備されていましたが、幸いに集会が始まりしばらくすると雨も上がりました。このような天気にもかかわらず、この日は県の内外より多くのクリスチャンやミッションスクールの学生さん、牧師先生方含め250名ほどの人々が集まりました。午前6時半記念碑の前に組まれた大きな焚き火を囲むようにして多くの方が立つ中、学生たちの賛美と全員での賛美歌の合唱の後、地元九州学院の理事長長岡隆一郎氏による奨励をいただきました。そして全員で熱いお祈りが捧げられました。祈祷会が終わった後は、これも恒例のボランティアによる豚汁が出席者全員に振る舞われました。一同は体も心も温められ、再会を約束し花岡山を降りました。この祈祷会にはちょっとした副産物もあります。祈祷会のためにということで熊本バイオシェアが呼びかけ、毎年熊本バンドの1週間前の土曜日にボランティアで花岡山周辺の清掃をします。これも今年で19回目になる恒例行事で、これを始めてから不法投棄が多かった場所が随分きれいになりました。清掃活動の後はボランティアの全財も囲み、大変素晴らしい交わりの時となっています。伝道だけではなくて、こういう社会活動的な面でも良い証ができているのではと思います。熊本は保守的な地盤であると同時に新しいもの好きの気質もあります。そのためミッションスクールも多く、過去にはナザレン兄弟の進学校も市内にありました。またルーテル教会の伝道が始まった場所としても知られ、熊本県内には14のルーテル教会が活動を行っています。教職同士の会合も盛んで、長教派の活動もいくつか行われており、特にその中でも熊本 YMCA が中心となり実行委員会が組織されている、毎年12月に行われております熊本市民クリスマス、これはカトリックとプロテスタントが合同で行っている唯一の行事です。
どうかこのような熊本の働きのためにお祈りくだされば幸いです。以上、熊本から本堀がお伝えいたしました。